おはようございます。It's a pleasure to おはようございます。参加することができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして松本さんさん、素晴らしいプレゼンありがとうございました。協力をしてマーケットに対してそれぞれの提供し、そしてお客様パートナーの皆様の成功に資しているというお話をしていただきました。さてレッドハットとしては今年25周年を祝うことになります。25年というのは非常にオープンソースの企業としては長い歴史ではないかと思います。私はレッドハットに入って15年になります。ということは最初規模の小さかった頃からどのように大きく考え、そして早くスケールしてきたかというところを目の当たりにしているわけです。そして66四半期連続成長ということで、毎回毎回前四半期の成長をしのぐという状態が66四半期続いているわけです。オープンソースというものはこの IT 業界において確固たる地位を築いてきました。ジムの方からも話がありました通り、レッドハットというのは業界の最初のディスラプターです。それがなぜかということですけれども、やはり非常に早期の段階からお客様の行き先を考えていたからです。つまり IP がどうとかいうことではない、あるいはプロダクトがどうということではない、エクスペリエンスが大事だということを最初から考えていたからだと思います。つまりソフトウェアをいかに使いやすく、アクセスしやすく、安全に、セキュリティ高く、そして誰が所有しているかに関係なく提供できるようにしなければいけないということでビジネスモデルを作ってきたわけです。そしてお客様が安心して安全にアクセスをすることができる、そしてたくさんのオープンソースのテクノロジーにアクセスすることができるような形を作ってきました。現在ではそのスピードはさらに加速しています。こういったイノベーション非常にいいと我々は思っているわけで、お客様に対してもそういったイノベーションを提供し、そして一緒にイノベーションを起こし成長していきたいと考えています。さてプロダクトという意味ではどのようにやっているかということですけれども、こちらもやはり必ずしもプロダクトを中心ということではなくて、エクスペリエンスを主体に考えています。あるいはお客様のご要望を中心に考えております。こちらご覧いただきますとお分かりになると思いますけれども、お客様が希望していらっしゃるのはさまざまなハイブリッド環境でアプリケーションを動かすことです。物理的なものもあれば仮想的なものもあります。そしてパブリッククラウドもあれば、日本においてはプライベートクラウドが主体だというふうにお聞きをしております。ということでそれぞれ個別のものを作ったり、あるいはユースケースに得意的なものをいちいち作るのではなく、これは我々ずっと前からやってますけれども、Linux をハードウェアとアプリケーションの間のアブストラクションレイヤーとして入れて、そして好きなハードウェアが使えるようにするというものです。オープンシフトで今それをやっています。つまりオープンシフトというのはクラウドの OS なわけです。それを使ってマルチクラウドにも対応できます。ハイブリッドクラウドにも対応できます。そして使い方は希望次第ということになります。非常に早く構築でき、早くスケーリングができます。これをどのように市場に対して提供しているのか、そしてこのテクノロジーの採用を普及をいかに進めていくかということですけれども、ジムが言った通りこれはボトムアップであります。決して簡単なことではありません。経験がなければ難しいと思います。そしてレッドハットが成功した一つの大きな要因というのは、プロダクトやオープンソースだけでなくカルチャーがあったからだというふうに思っております。オープンソースの文化を作り、そしてその本人の努力、そして最善のアイデアが勝つということでいろんなものを共有してきたわけです。で先ほども話がありましたけれども、ボトムアップのアプローチで開発をしていくということになりますと、非常に実は賢い人々が組織の中にいるということが分かると思います。したがっていかにその人たちに仕事をしてもらって成功してもらうかということが大事なわけです。それがオープンイノベーションラボで我々がやるとしたことです。オープンイノベーションラボでは皆様の有能な人材と我々の方の人材を6週間一緒に仕事してもらいまして、2、3年通常かかるようなことをその短期間でやってもらいます。この後またこの会議でもお話があると思いますけれども、ぜひレッドハットの担当者にご相談をいただきまして、このオープンイノベーションラボについてもご検討いただきたいと思います。さてイノベーションアウォードのお話に移ります。これは
イベントの中で非常に重要な位置を占めています。協業し、そしてお客様、パルナの皆様、本当に素晴らしいことをやってくださっているので、それをこのオープンソースのテクノロジーということでやってくださっている内容を表彰したいということです。昨年に関しましてはアワードということで受賞なさったのはまず情報通信研究機構 NICD 様です。オープンスタックを使ってスケーブルでフレキシブルで、そして非常に安定性の高い次世代の ITT プラットフォームを構築していただきました。そしてもう一社、エンティティドコモ様でした。 ISP サービスプラットフォームをバーチャルクラウドインフラストラクチャーに移行するときにオープンスタックをお使いいただいております。そして TCO を最適化され、またミッションクリティカルなシステムの信頼性を高められました。ということで、このオープンイノベーションアワード勝者2社ということでお話をしましたけれども、今年の発表についてはこの後ございます。さて、現状、そして日本における商機チャンスについて見ていきたいと思います。2000人近い方々が今回イベントにご参加いただいているとお聞きしておりますけれども、これは大きなチャンスを意味しております。日本の市場における商機です。日本の GDP ですけれども、これは米ドルで5兆ドルということになります。成熟した市場です。そして GDP としては世界第3位です。また IT 業界ということでは1520億ドルの規模と言われておりまして、これも非常に大きいです。世界経済フォーラムによりますと、日本というのは世界で5番目に競争力の強い国だと言われておりまして、私としてはおそらく上位3位にもうすぐ戻るのではないかと思っております。ということで、非常に大きな成長がこの日本では起きているわけです。レッドハットといたしましても、このように日本でイベントを組織することができ、そしてパルナの皆様と一緒にオープンソースを提供できていることに非常に、大きな感謝の念を抱いています。さて、次にアジアパシフィックの地域に目を向けてみましょう。GDP の成長率 5.6% です。 5.6% というのは、これは主要先進国の成長率と比べまして、すみません、スライドを送りたいのですけれども、固まってしまったようです。 ありがとうございます。はい、成長率 5.6% となっております。これは主要先進国の平均 2.5% の2倍以上ということになります。ということは、日本の大企業の皆様、今日ご登壇いただいたような方々が、このアジアパシフィックの市場において非常に大きな成長のチャンスを持っていらっしゃるということになります。それではどのようにこのGoToマーケットをやっていくのか、アジア太平洋地域において3つの重要な戦略について触れていきたいと思います。お客様、パートナーの皆様とこれをやっているわけですけれども、1つ目がエンタープライズビジネスです。日本の大手の企業の皆様と非常に深い関係を築き、そしてレッドハットと直接やっていただくということです。そして次にバーティカルスペシャリストというのがありまして、各業界における専門性を深めていくということもやっております。また同時にそういったお客様のビジネスの拡大にもお手伝いをしております。しかし、私にとってもレッドハットにとっても、一番重要なのはパートナー様を含めたエコシステム、膨大なエコシステムがあるということです。特に日本のパートナーエコシステム、私非常に誇りに思っております。世界最大級のエコシステムだからです。そして非常に長期にわたる、場合によっては20年以上のお付き合いをさせていただいているわけでありまして、非常に、尊敬されているパートナー様ばかりでありますし、またサーティフィケーションを受け、そしてトレーニングを継続され、また技術的な方々がレッドハットのテクノロジーを常に学ばれているということでございます。これからもここはしっかり集中してやっていきたいと思います。長期的な事業の拡大に資する部分であるからです。そしてオープンソースのソリューションによって大きなメリットがある領域でもあるからです。最終的にやはりここがスタートポイントだというふうに思います。成長する、そしてより早く成長するということであります。そしてレッドハットといたしましては、日本の皆様と共有をし、そして協業させていただきたいと思っております。
現在そして将来に向けてこの共有と協業を継続していきたいと思っておりますので、今日は一日素晴らしい日になることを願っております。ご清聴誠にありがとうございました。